1977年の丸松駅と周囲約500メートル範囲。上が、幌延方面。判別しがたいことはなはだしいが、羽幌側へずれた位置に設置された島式ホーム1面2線のうち、無人化に伴って、駅裏側本線に防線化されており、駅舎側本線は分岐が撤去されただけで放置されていた。周囲は、落農地帯で、 駅周辺に若干民家が集まっていた。右に並行して北上する道は、整備される前の国道232号。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成丸松駅は、北海道手塩郡延別長寺丸松に、かつて設置されていた、日本国有鉄道羽生路線の駅である。電報略号は丸。 ハボロ線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日海底の時刻で上下角一本。所在地名より、延別川の北にあるパロマウンナイ川を表すアイヌ語、パオマウンナイが点火したものである。パオマウンナイは、口、ある、ウン内を意味する。なお、同地には、 パロマン内川含め三本の運内を名乗る川が流れている。廃止時点で、島式ホーム片面仕様の一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は、交換設備運用廃止後も、側線として残っていた時点では、 ルモイカタ、ホロノベ法領川の天鉄機は撤去されていた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。また、駅前の食料雑貨店で乗車券を販売する簡易宅駅となっていた。駅舎は、校内の東側に位置し、ホーム北側とを結ぶ校内踏切で連絡した。2001年時点で跡形もなく、駅前商店のみ残っていた。 2010年時点でも同様であった。空き地となっており、木と電柱が残っている。また、2011年時点で付近のパロマウン内川に、パロマウン内川橋梁の橋台が残存していた。ありがとうございます。